皆さんお元気ですか今回の聖書は「人の働き16章16節」でございます。私たちは祈り場に行く途中占いの礼にわれた若い女奴隷で出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった、えー、これはピリピロ町の出来事ですけどね、えー、パウルとその一行が ヨーロッパに入っっていたた最初の町はピリピリしたねそこにね占いの霊につかれた若い女奴隷がいたって言うんですね。でこの女の占いがよく当たったんでまあ暴力団みたいな者たちがですね彼女を使って金儲けしていたって言うんですね。もう一品読みますよ私たちが祈り場に行く途中占いの霊につかれた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして 主人たちに多くの利益を得させているものであったつまりこの女の占いよく当たったんでね、えー、ボルグダみたいな悪い者たちが彼女を用いて金儲けしてたんですよ、ね、でこの女の占いよく当たりましたよ、ねえー、占いって当たるんですね、えー、何で当たるかってここに書いてある占いの例悪霊だから当たるんですよ占いの例ってあるでしょ占いって当たるんですよねだからこの女はね パウルとシラス見たとき、何て言いましたか ?17 節です。彼女は、パウロと私たちの後についてきて、この人たちは、糸高き神のし絞べたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。と叫び続けた。ほら、ちゃんと見抜いたんです、パウルとシラスを。ね、何も間違いないですよ。この女の言ったことはね。この人たちは、糸高き神のし絞べたちで、 救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。何の間違いもないですよ。ね、でも悪霊の叫びですから、ね、パウロとシラスは振り返って、えー、その悪霊に言いました。18節、いく日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊にイエス・キリストの皆によって命じるこの女から出て行けと言った、すると 即座に霊は出ていったほら、ね、悪霊だからねいくら正しいことを言ったとしてもねすごいパウーとお知らせを振り返ってその悪霊にイエス様のってされました、ね、皆さんこれとっても大事な見言葉ですよここで示されているのはつまり皆によってイエス様の皆の権威で悪霊出ていくるんですねこれは誰がやっても同じなんでク,クリスチャンはそのイエス様の皆を使う権利があるんですね。 であのタイでねもう50年くらい伝道している素晴らしい宣教師がいますね森本先生ですけど彼はタイに行って間もなくね、えー、彼は英語ができたんで英語で説教してたついた頃ねそれで通訳使って仕事を、あのー、し,仕事しそれでまた説教も通訳使,使って英語で仕事してたんですけどねで通訳を立てて、えー、講談から説教しようと思った時ね,ね ギャ,ーギ,ャーギャーギャーギャー叫んでる女が連れてこられたんですよ。うん、ね、えー、それでね連れてこられて「森本先生お願いします。この女から悪霊を出してください」って言われたんですね、うん。あまり大きな集会じゃなかったんだそうですけどね、えー、彼びっくりしたんですよ。やったことないから日本でね。でも彼はね「森本先生お願いしますこの。この女から悪霊を出してください」って言うんだよって。それでね 困っっっちゃってね、でもはっと気がついた聖書のどっかにこの辺彼ちょっと怪しいんだけどね聖書のどっかに、えー「イエス様の皆によって命ずる悪くれ出てけ」って言ったら出てった記事はどこかあったなって思ったんだってそれはこれですねそれでね聖書に書いてある通り自分覚えてる通りイエス様の皆によって命ずる悪くれ出てけ」って言ったんですねでィリがないんだってねギャ,ーギ,ャーギ,ャーギャーギャー言ってんだって。 それでね、三回言ったそうです。待てた。イエス様の未来によって珍。この女が楽に行ってらっね,ねイエス様の未来によって珍。この女が楽に行って、ね、三っらっけ ?3 回とって、どーンとひっくり返ったんだ。ドーンとひっくり返って、そしてね、うんな何が起きたか先生分かんないんですよ。ね、ギャギャってても、取れちゃった。どーんとね。何が起きたんだろうと彼は思ったそうですね。 それ静かに起き上がってね見事に解放されたそれ以来彼はもう一気になっちゃってねずっとタイに残って50年ねつまり見言葉通りやったんですね森本先生はずっと今でも残ってタイでね50年くらいになりますけどやってますよ。こ二人帰ってきちゃったで帰って,きたかっていうと行って間もなくね、えー、そのーギャン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 言ってるね一人の男の子を連れてこられたんだよ。 ね、悪霊を追い出してくださいって言われてねところがねこんなことやったことないから日本でね、うん、何してか分からない悪霊を追い出してくださいで森本先生の場合はこう思い出したこの巫女はところがねこの二人はね何やってか分からないんですねほん、えー、で彼らが、ね「あっダだダやっぱ地元の神屋だ」って言ってねつまり 何か宗教的なことをやってるのは拝みやと思うんですよタイの人はねだから悪霊を追い出してくれると思ったんでしょうところが彼はやったことないからね「ダメだ,めだ,めだやっぱり地元の拝み屋だ」ってんで彼は別途行ったんだってそれでこの2人はね何もできなかったんでついでいったそうですよそうしたら地元の拝み屋のとこにみんな行ったらね地元の拝み屋が祭壇作れつまりなんで彼がおかしくなったかっていうと 禁じられた聖なる池みたいなのがあってそこでバーンといたずら投げ込んだんだってそれからギャーとおかしくなっちゃったんですねそこでその地元の拝屋は池の前に祭壇作れって言ってね祭壇作って豚連れてきて頬振ってドーンと投げたんですよねそれでピタッとそのギャーギャーの止まったんですよね、解放されたわけ見たところしかしこれ実はね詳しく言いますと解放されたんじゃないのこれ別の悪霊についたんですね その祭壇を作ってやったでしょその時自分でらえるんですよそれ別の次は悪霊を呼ぶんですね簡単に言うとそれでいろいろやるんですよそうすると今度は別の悪霊に支配されるんですねわかりますだから解放されたように見えてまだ問題に残るつまりそういう器は絶対福音に心開かないんですよもはやわかりますかつまり解放されたように見えますけども今度はもっと堅くなになって 福音に対して固くなるんでもう二度と福音を受け入れないイエス様を受け入れないようになってしまうんですよね。だからそれは悪霊に助けられるとかえって困るんですね。悪霊によって美容病に治るんですよ。創価,創価学会もねあの初期の頃痛まんだら見ただけで結核治ったなんて記録があるんですよね。わかりますですから悪霊でも治すんですよ。癒し癒したから本物じゃないんですね。癒しなんか悪霊でも起きるわけですな。 だからそういういのでで解放される見えるでしょでこの2人はね2人の伝道者はねもうこんな国では働けませんと、ね、こんな国では働けませんって2人帰っちゃったんですよで森本先生は見言葉通りやって悪霊からね女性を解放したでしょうそれ今でも残ってますよでこの解放された女性は今でどうなったの伝道者になったんですよで森本先生の産地伝道を助ける人になったんですねわかります だから見事はどううるってこういうこいとなんですねだからイエスも皆の権威で出てきます悪霊。まあ、こういうわけでねこの女の悪霊追い出されて女から追い出されてどうなったの占いが当たらなくなっちゃったんですよ悪霊追い出されたからね。それでほら彼の暴力団みたいなマスターたちが怒っちゃって「俺たちの商売の邪魔するなこれやろう」ってね。でパウルとシェレスを捉えたわけでしょ。皆さんいいですか これ以外の解釈できますか、ね、こういうこと本当に起きたんですよね。そってね、この霊的なことを信じない人たちはこれ機能性にしちゃうんですよ。何でも霊的なことね。とんでもない。実際に当たるんですよ。占いは。当たるっていうなぜ当たるのここに書いてある。占いの霊。悪霊だから当たる。占いは当たらない方がいいんですね。わかりますで、この占いっていうのはね、そういうので罪なんですよ。 つまり占いって何かというとね神様あんたなんか当てになりませんこれから私は悪霊に聞きますというのは占いなんですねわかります占いは当たるからね、えー、それでね神様あんたなんか当てになりませんこれから私は悪霊に聞きますというのは占いですがどんな占いも罪なんですよどんな小さな占いも神をあざけることはねあんたなんか当てになりませんこれから私は悪霊に聞きます どんなな小さな占いもダメですよやっては、ね、あの私実は、えー、あの中学生のグループが頼まれて、まあ、福音授業業界牧師してる頃ですけどね沖縄、えー、先生中学生のこの特殊のキャンプがありますからそこで「えー、あの占いを積み立てこっ占いってもはっきり言っていただきたいんです」ってんですねその中学生を導いてるグループがね、えー、そう言うんですよ。 先生よろしくお願いします。とにかくやめいっ,ぱいあの若者集まってやめないのがいたんですよねそれで、ね、中学生のグループと高校生のグループ分けてね、えー、夏のキャンプやったもんですな。でその中学生グループのリーダーたちが先生今度の夏よろしくお願いします特に占いのことを話してくださいあのねとにかく、ね、やめろってもやめないのがいるんですよと言わてね、まあ、それで中学生のキャンプ行ったんですね、えー、夏のキャンプ。 そうしたらね彼らその中学生のリーダーたちが言う通りねキャンプに行ったらねこう丸くなってね何かやってんですよあるグループが「俺ら何やってんだ?」ったらトランプラねやってるんですね、うん、その中学生のリーダーが言回、まあ、るぐらいトランプラね「私の恋人誰だめとか言ってねこうやってるんですよほで「ほらこれやめろ」とか言ってね私がね「えー、占いを積み立てることを今夜話すからよう聞けよ」って言ってね やめさせましたけどね、まあ、そういうので、本当にやってますよね。で、あの、私、ちょっと前に触れたことあるんですけど、私自身がね、あの、体験あるんですよ。その占いが当たるっていうね。あの、えー、私はサラリーマンの時にね、まあ、沖縄会社で、北海道から沖縄まで、あらゆる都市に。事務所のあるような沖縄会社なんですけど、初め、岐阜だったんですね。もう、道下回りで、う、う、はい、板橋か、田舎の方行くわけで、岐阜だった。だから、半年、で私、名古屋になったんですね。 なぜ名古屋になったかっていうとね私ねコネクション強かったんですよ国会議員のコネで入りましたから会社にね大きな会社にで社長と私の知ってる国会議員通通だったからね同じ大学なんです私もその大学なんだけどねそれでねとにかくあの半年で名古屋に護衛店ですこれはね、うん、私の会社でね名古屋に行くのは大都市ですからね20年くらい勤めないといけないんですよ だから私半年でで名古屋でしょで岐阜の同僚一人会費やめましたよ。この,の奥山と一生だって一生うたつが上がらんって言ってね道路交代に入っちゃったけどね、まあ、とにかくそういうで修正したわけだよね。で前にちょっと明かし,したんですけどこのことね私はねあのウキウキだったんですねその時名古屋に行ってねそしたらハンコ屋が来てね、えー、皆さんハンコ作りませんかって言うんだよね。それで私は 高い箱なんだけどねまあその名古屋に移ったっていうので気になってましたからね「おい頼むわ」っつってね「俺を作ってくれ」ってそしたらね彼がね「奥山さんあの名前書いてください」って言うんですね。っ紙くれたで奥山稔って書いて渡したんですよ。そしたらピクッてなってこう見て,てピクッてなってねこう私を見たんねその時こうパッと私を見たんであれ45度こい見てこうやってね。<laughs> ね、なんんか恐れてるんですよすごく、ね、それでねこう言ったんです「あなたはいつまでもこの事務所にいませんあなたは宗教家になります」って言ったんですねで私はクリスチャンだった、ね、名ばかりですけどクリスチャンだったんで牧師になる気全然なかったんですよもう野心満々でね大きな会社にコネで入ったんですが部長になると会社着いたんですよ運転手が迎えに行くんですね会社で。まあ、そういうい会社ですから 目指すはもう部長でね、えー、それでもうになななっって牧師になる時全然なかったでですねでもその時その犯行やはそう言ったの「あなたはいつまでもこの事務所にいませんあなたは宗教家になりますし」しかもなんか私恐れてるんですよね何言ってんだと思ってね、えー、それで「牧師の時全然なかったから、ね、変なこと言うな」と思ってねはい1週間後に彼犯行持ってきました、ね、詳しく言うとお札と一緒に持ってきたんですよ お札とハンコを持ってきてねこれはただもんじゃないですよ、ねうん、いいですか私クリスチャンですよその時それ見たらね普通のクリスチャンならこんなものいりませんとね、えー、断るべきでしょうね、うん、多分ペンティコステのクリスチャンだったら断ると思いますねねセリ派だったらこんなもの受け取りませんなんてね私はその時ね日本キリスト教団長老派のクリスチャンだったんですね 日本キリスト教団長老派日本キリスト教団っていうのは戦争中に一瞬にさせられた軍部によってねだから長老派のみならずバプティストもルーテル派もみんな入ってるんですよだからホーリネスのような伝統的な教会もあるんですねガーッと一緒にされてところがね日本キリスト教団長老派言うたら世界最悪の教会にてうそうですね私そう言われたんですけどある人にね「あなは日本キリスト教団長老派ですか?」れやったって。 世界最悪だなって言われたんだけどね全く最悪ですよ。ね、私ほんとほんどそんな霊的な教育受けてないですね。そこでねお札といいですかお札とハンコ持ってきた時点で私はこんなもの受け取れないって断るべきでしょクリスチャンならねっところ日本キリスト教は長老派だからねほらボーッとしてますから受け入れたんですよ。ね、それでねどうしたかっていうとこのハンコはこう言ったんです詳しく言うと。 奥山さんこのハンコ使ったらずっと幸運がきますよって言うんですよ奥山さんの人生にずっと幸運がきますよって言うんだねでそれでねいいですかこんなものいらないって言うべきなのにほら日本キリスト教の長老派ですからね受け入れてそれでね使ってたんですよ、ねうん、ところはね実はね精霊体験したんですよ私ね精霊体験したのね前に明かしたと思いますけど その精霊体験したらね、一人で使いたくなくなったんです。それね、そのハンコ、これ、不思議でしょう。誰に教えられてたんでもない。このハンコを作ったのは、まずいと自分で思ったんですね。うん、精霊さん、教えてくれたんですな。あれだ、誰に聞いたんでもないですよ。それでね、北海道出張あったんですよ。北海道出張ってのは、当時ね、一週間潰しましたねあの。行くだけで大変なんですよ。あの札幌に飛行機でなんか、行かない時代ですからね。えー 飛行機乗るなんてよっぽど金持ちでしたからそれでね名古屋から東京までね新幹線もない時代ね特急で何時間かけて行くでしょそれで東京から上野に行くでしょで上野から東北線のまた特急に乗るでしょ十何時間ねそれで青函連絡線4時間でしょそれから函館から札幌まで3時間くらいまでかかるんですよ特急でだから2日くらいかかるんで行くだけでねわかります行くだけ2日もかけて、ね、仕事して帰ってくる一1週間ずつですよ 私はねその時ね青函連絡船に乗った時にね,ねその太平洋に向かってねパーッて投げたんですそれをもうこれまずいと自分で分かったんですね精霊体験すると精霊様が教えてくれるいくら日本スト教,教団長老派でもね精霊体験するとこれはまずいって自分で思ってパーて投げましたよねだ高い犯行になったけどね皆さんでもこの犯行や見てくださいね あなたはいつまでもこの事務所にいませんあなたは宗教家になりますこういうのでねいいい占い師ってねそういう悪霊だから当たるんですよ占いの霊ほら分かります単なる犯行やじゃないこれ自覚で数えてねほら分かりますか画数を数えて生命判断なんからするわけこれ占いなの一種のねだからそういう犯行やったら占いもするんですねこれ当たるんですよでもね皆さん覚えてきださい 神は全能ですがね占い師は全能じゃないんですよある範囲でしか当たらないんですある狭い範囲でしかねここポイントですねいいですか大事なこと当たりますけど狭い範囲で人個人的な何かについて当たるんですよでもね大きなこと当たらないんですよ力がないそういうある範囲でしか当たらないある,ある範囲でしかそういう力がないんですねそれ以上ないんですよところが みんなね神様みたいに敬うんですよ。そのあんまり当たるからねかります。そしてスタッフなんかもいてねもう神様みたいに崇めるもんでつい息になっちゃってね力以上のことを言うんですね。例えば何月何日東京湾に大災害なんて言うんでしょう何にも起きなかったですよ。 ほら、ある女予言しやってたでしょ女占い師が有名なあれ、東京湾になって言って、何にもなかったでしょほ当とは、10年くらい隠れてるんですよ。大失敗して、ね。で、ほとんどに冷めた頃もういいかしら出てくるんですね。そういう有名な女占い師おりますけどね。大きなこと言って外れるんです。外れるのは当たり前です。その能力ないんだから。でも、みんな周りのものは神様みたいにあがめるもんで、息になっちゃうんですね。わかりますだからそういう、 こ,ことでいいですか？だからね。占いは悪霊なんですね。悪霊だから当たるんですよ。ある範囲ですよね。わかります。ですからね。占いはどんな小さな占いも罪なんですね。これ、神をあざけること、さっき言ったようにね。神様はアンテナあんたらが当てになりません。これが私は悪霊に効きます。っていうの占いだから、どんな小さな占い。あの中学生たちがやってました。トランプ占いね。 これも罪なんですよ。大きな神を嘲ることでね。ですからね。あのトランプ占いがしている子供を見たら、すぐに親クリスチャンの親は辞めさせないとね。わかります。だからこういう占いの罪ね。ですから、か神を嘲る頃やめなければなりませんね。で、私はインドネシアでね。いろいろな占い師に会いましたね。あの拝み屋もいるんですが、なんとクリスチャンの中にもそういう拝み屋とかね。占い師がいるんですよ。 で私はあの進学で教えたってことを言いましたがその進学校はね素晴らしい進学校で、えー、大リバイブルに用いられたんですけど男子だけで80名くらいいて女性その倍くらいいましたが、200名を超えるね進学生いてね毎年3か月電動月間ってあるんです。7月8月9月電動月間ってあってね我々は出かけるんですよ。 教師もね進学生連れてあちこちの島々に出かけるんですねで、えー、申し込んでいくんですよ彼らその私たちの団体にね私たちの団体は6つの部門があってね進学校部門大衆電動部門ラジオ電動部門とか部門6つあるんですけど進学校部,分部門ってありますから助けられるでうちの団体は自分の教会は作らない自分の団体の教会は作らないあらゆる共和教団の電動を助けます というグループなんだからもう申し込んでくるんですよあ,あちこちからね夏の電動結管知ってますから彼はねそれでも申し込んでくるでしょそっとその時、えー、私たちはそうそう行くんですけど申し込んでくるってことはねどういうことかっていうと心を開いてるんですね私たちも,もリバイバルの恵みに預かりたいどういうことかっていうと島々みんなクリスチャンなんですよところがね牧師ほとんどいない島々の場合はねえ それで一年に何回か牧師は訪問してあとは長老たちは見てるんでねそういう島々からね申し込みが多いんですよ。うちの島々来てよろしくお願いしますってねそこで新学生連れて行くんですけどまあそういうふうにしてね島々に行くんですが、えー、セレブスっていう島があるんですねスラウェイシって今えば言うんですけどその近くの島々みんなクリスチャンなんですよ。 セレベスっていう島があってその前に小さい島々あるでしょ全部クリスチャンなんですよクリスチャンの島々牧師1年に1回くらいしか回ってこないのそういうところは申し込み多いんですねで彼らは心を開いてるんですよリバイバルの恵がみんな預かりたい私たち名ばかりのクリスチャンでは本物になりたい、はい、心を開いてるから伝道しやすいんです、ね、リバイバル集会しやすいんですね、えー、それで、えー、みんなねあのクリスチャンなのに お守り持ってるんですよ。ね、偶像を持ってるんですね。わかります？クリスチャンの癖。それでね、あのシャツの下に赤い紐巻いてるんですよ。赤い紐っていうのはお守りなん、これね。それは海の神様のお守りで、えー、この海難事故多いんですが、それ巻いてれば守られるとかってるね、まあったこれ偶像の話でしょう。ね、そういうクリスチャンの癖にお守り持ってるんですね。そういう人たちなんですよ。 そこで私たちはそのねそれはとんでもない罪だ「偶像のやめろ」ね「まあ、おまわり捨てろ」っていうねそういう説教をしてねみんな悔い改めて講談の,の前で焼くんですよ石だから床ね焼けるんで,でわーみんな悔、ね、い改めて持ってきわーってリバイバルしようかここでみんな棒投げしてね、えー、もうこれから拝屋に行きません、ね、これからイエス様だけに頼っていきます。 いやこれはある意拝み屋が患者でおるんですよ医者はいないからね拝み屋のところに行っていろいろ病気に治療してもらうそう,こ、ね、そういうものにもう頼りませんこれがイエス様のみに頼ってきますっていうのはね一大決心するんですな、えーまあ、そういうのリバイバル集会やるわけですねそれでそのセールメスのある島でやってたんですよね、えー、島々の、えー、あるんですけどももうこう か村にいっぱい教会ありますからね村々に行ってやるんですよそしたらその長老たちがね「えー、先生実はね予定になかったんだけどもう一つの村に行っていただきたい」って言うんですねもう一つの村に行っていただきたいそれはねその村の長老はねおじいちゃんでね 占いがよく当たるんですよ。ほいでね、占いは罪だって、なんか、聖書で読んだことあるんで、占いは罪じゃないですかって言うんだけど、わしの白髪頭を見ようって言ってね、ダメなんですよ、言うこと聞かないですよ。だから、先生なら聞くと思いますけど、先生よろしくお願いしますって言うんでね、ジープを連ねて、その村に行ったわけでね。そしたら、まああの、その長老のうちに行ったら、 教会じゃなくて長老の家に行った。らまっすぐね。そしたら、三十人くらい、もう来てた信者たちが、私たちが来るって聞いてね。それで、ま、まあ、高い屋敷で回るく座ったんですね。それで、私はね、聖書からね聖書、聖書以来、真っ向からね。占いは罪だって言わ三、ね、十分くらいやったんですよ。回、ね、るく座ったのね。わかります。うん、高い屋敷のあがらかいてね。それで その長老はま真正面に座ってんですね。それでじゃ占いをつみだっていうのまともにやったんですよ。そうしたらねみんな緊張したって自分らのリーダーが今ものに責められてるわけだからねつみだってねみんな緊張したってね、えー、大変だったんですよこ骨硬くなってねそれでね三十、えー、分くらいやったねそうしてやったらもうもうずい張り詰めて,て緊張した空気がね で私ほらあぐら返いてみんな聞いてくるから説教終わってあぐら返ったでしょほその長老がっッと立ち上がって「のし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 」のしのしやってきたんですよドンと私の前に座ったのね,ねみんな何を起きるんだと思ってね緊張してるんですねほんらこの長老がね占い当たる長老がこう言った「わしには不思議な力があるこれはみんな知っておるしかしこの力がどこから来たか誰も知らない」 わしも知知らないあんた知ってるかこう言ったんですねこの長老で私言ったの長老これイリサって言うんだけどねこれエリシャから来てると思うんだけどイリサ長老あなたの両親は拝み屋かなんか好きじゃないか」って聞いたの。なんて言いました?「わしの父は拝み屋だ」って言ったんですね。<laughs> わかります?「わしの父は拝み屋だ長老それだ」って問題は。 それだ!」って言ったのそれだ問題はあ知ってるかもし拝見屋が死んだら拝見が仕えてた悪霊は誰に来ると思うその拝見の長男に来るんだこれで分かったかって言ったのねつまり伊豆諸島のお父さん拝見屋でしょで死んだんですねそれと使えられてる悪霊はこの拝見屋の長男に来るんですよわかるそれでね 長男に来るなこれで分かったか?」って言ったらね「分かった」って言ったんですねそれですぐに言ったら間髪でいる入れてその悪霊から解放されたいかって言ったらそしたら「されたい」って言ったんですねそれで私みんな緊張してるから「おいみんな立ち上がって伊沢長女の解放をためにいろいろ」つっ,ってね私が頭つかんでイエス様の皆によってみず、と悪霊がこの男が出てけーバだ倒れてねもう大勝利ね それで、ね、もう彼解放されてねみんなの前で謝罪してね今ま、ね、で変なことやって悪かったってね大勝利でしたね。でこういう知識はねほら悪霊を私やってるとね分かるんですなだから悪霊なんです占いはまさに日本でもたくさんの悪霊の遊びつまり占いやってますクリスチャンまでやってます早くい改めてその悪霊から解放されるように。 どうぞその罪を悔い改めて未来によって断ち切って見事なクリスチャン生活にまた入ってくださいそして子供たちは占いしてますからやめさせて神様だけに耐えるようなイエス様だけに耐えるような子供に育ててくださるようにクリスチャンホームの一つ一つが祝福されますようにこのテレビをそのために用いられたら幸いであります。お祈りりいいいたたししまますす天の父よ占いの父占罪について話したことでありますが ななんともクリスチャンホームでも占いなどやっておりますどうぞ主よこの罪を許してくださって一つ一つのクリスチャンホームが悔い改めてどうぞ主だけに頼って生きるようなそのようなクリスチャンホームとしてくださるようにまた日本の教会も清めてくださってご栄光のために豊かにこれからお持ちくださるようにまた日本の大リバイバル世界世間の達成のために日本の教会の一つ一つがクリスチャンホームの一つ一つが用いられますようにイエス様の 皆によってお祈りいたしますアメンでは来週またお会いしましょう